札幌交通機械株式会社は、北海道旅客鉄道及び札幌市交通局の車両整備を行う JR 北海道の関連会社。1952年、国鉄関連の設備工事、廃車解体及び私鉄蒸気機関車、貨物車の修繕を施行することで、国鉄 OB が主体となって前身となる苗母工業株式会社を設立。 1958年には札幌市電の車両申請や改造工事を共同企業体札幌総合鉄鋼共同組合の形で受注することで観光庁業務にも進出を果たす。その後、1969年には当時の国鉄の公園により主要車両メーカーの出資を得て当時の内部工業を母体として新たに現社名である札幌交通機械として設立された。 発足後は、旧国鉄の車両整備をはじめ、1971年に開業した地下鉄南北線、1976年に開業した地下鉄東西線、1988年に開業した地下鉄東方線の車両検査を車両メーカーである川崎重工業から相次いで受注。その他にも、蒸気機関車復元工事、札幌市電向けささら、電車、 百合ヶ原公園内を運行するリリートレイン特急列車のミニチュア車両の製作など車両の製造はもとより JR タワーやホテル日光ノースランド帯広などの施設の空調設備旭川運転所の機械設備新設なども手がけている札幌交通機械が製造したリリートレインありがとうございます